ありがとうございます。はい、そうですね、毎回テーマを変えて、こういった勉強会というかね、してるんですけども、前回ちょっとABA の後半の方に入っていただいて、はい、あの時は応用行動分析の勉強会だったんですけども、今日はうちのスタッフの新井が、はい、体のことについてですね、彼は国家資格を持っている、プロのマッサージ師なんですけれども、いろんな側面を持っていて、ここでは子どもたちと主に運動を中心とした活動をしています。いろちゃんもあやかちゃんも今チアダンスとかしながら体をねやっぱり大事だと思うんです、なのでなるべく小さいうちからねこういう体を動かす活動ができるといいなと思って、取り組んでいます。で自己紹介は多分このお話の中であると思いますので、すみません早速ですけども、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、始まりですね。じゃあ、こんばんは。こんばんは。新井でございます。新井かおると本名は申します。本日は、映画1本分のお時間でございますが、飽きずに楽しんでいただけるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまずはですね、今日は、キッズコネクションって、どんなところなんだろうって話した後、僕の自己紹介が入って、その後で今回のテーマに入りたいなと思いますので、じゃあまずキッズコネクションってどんなところだろうって、ちょっと解散を補助いただきながら、説明するんですけども、こちらホームページに書いてあることなんですけども、まずキッズコネクション。私たちは子供一人一人の大好きでワクワクすること、夢中になることを中心として、それをエンジンとして、自分でいけるようにしていくっていうして、活動をしていただくっていうことですね。で、僕ら指導員はそのエンジンがどこにそのエンジンがあるのか、どこにそのハンダーっていくんだを見ながら、ここいいね、背中を押してあげようとか、ちょっと危ないからとか。なんかそういった感じで横とか後ろから寄り添っていくという感じですね。でそれぞれの強みを生かして、自己肯定感を高めて、その子らしい生き方をできるように、2歳から始まり18歳の子まで長く見ていて生きているという感じですね。そのためにあとはお父様お母様学校の学園で僕が言えば保育所と訪問支援というのがあっておりまして、実際に学校の方にちょっと伺わせていただきまして、学校の方ではどんな風に過ごしているのかな、で学校の方でちょっとこんな課題がこっちのキッズコネクションでは見せなかったんですけど、学校の方でちょっとこんな課題があったなということで学校の先生とお話をして、ちょっとこんな課題がありましたね、でキッズコネクションではこんなことをしてこういう風になりました、よかったらこういうことができますとか、情報共有したりとかします。あるいは専門機関と一緒にケース会議として関わっている方全員とお話をして、前まではこうでした、でこれからはこういう風にやっていますとかで、一緒にこういう学校の近いんですけど、このところではこういう側面があって実はこういう方があったので、じゃあキッズコネクションでもこういうことができましょうとかやったりするので、サポートとしてもすごい充実してるかなと思います。はい、であとは地域の方とかもサポートしていろいろイベントとかに行ったりとかね。アレクサさんとうちの大事な AI サポーターですね。アレクサも活用してます。結構デジタルも結構強かったりするんですね。はい。脱出、自走のミスということで。はい、アレクサ、音楽ストップで。はい。じゃあ自走のミスということで、ダイバーシティな、僕も含めた対プロフェッショナルとのコネクションということで。どんな人がいて、その人とどんな時間を過ごして、場所とか場合とかをして、その子が成長できるようにしています。もちろんさっきも言ったんですけど、その子のうちの興味関心を中心として、いろいろ
プロフェッショナルな、あとはデジタル結構強い人とか、料理強い人とか、あるいはあのこの間あの星出たみたいな ABA とか、理論的にこういう講義とか見ますよとか、いろんなあのプロの人を中心として、あ、こういうこといいじゃないとか、あとは、今回みたいなお母さんとは、あとはですね、あのさっき言ったんですけど、18歳まで、でこの先18歳で高校を卒業して以降、まあ、どういうふうに、あとどういう進学したりとか、あるいは就職に、まあ、こういうことを強いんじゃないかとか、例えばすごいデジタル夢中な人だったらシステムエンジニアいいんじゃないですかとか、それこそダンスですとか、まあ、例えばエンターテイナーとか、そういったことが一緒に考えるとか、これこの多重インフォーメーションで、こういった説明会をしています、はい、ではそんなキッズコネクションの中の指導員、アライダーの答えを思います、はい、まずアライダーは、はい、あの主にあの一緒に体を動かして遊ぶことが多いんですけど、結構スケートとか行ったりとか、外に行って公園で遊んだりとか、あとはカルタとか、この部屋ですね、カルタしたりとか、僕もっと演劇部なんですけど、演劇1年間あ、結構演劇されてた、あ、いいえ、いいえ、いいえ、すごいな、あのチアやってらっしゃる、結構エンターテインっていう意味では結構近いあれになるのかなんですけど、まあ、その僕座右の銘が大真面目にふざけるっていうのが僕の座右の銘なんですけど、これはあの僕の演劇部が尊敬する先輩からいただいた言葉で、あの演劇ではその役を追うときに真面目にやるだけだとやっぱり面白くないってことで、やっぱり例えばバンバンバンってやったときに、このバンバンバンってやったときに、この動線はどこに向かってるの、撃たれたときのここに撃たれたとしたらどういう風に倒れてるのかとか、たとえ遊びの中にリアリティを追求するみたいな感じだよね。それによってごっこ遊びにもよりあの楽しんでもらって、あ、人と話すのってこんなに楽しいんだっていうのをあの、まあ、体感してもらうっていうのに努めております。で僕の好きなものは特撮ヒーローとかアニメとかポケモンとか、あとはプリキュアとかも好きなんですけど、主にテレビっ子なのでテレビが好きなんですけど、結構ロールプレイングみたいなあの役になりきっていろいろ話すっていうことが結構多いんですけど、その時に結構あの鬼滅の刃炭治郎と、あればポケモンでいたらとか、そういったテーマでいろいろ話したりするときに結構役立ってますね。はい、小早川さんとかもすごいスパイファミリーですけどバンバンバンって読んですごいなんかやっておりますね。はい、あとは趣味はランニングと筋トレするので結構体こつくので、結構そうですね、みんながやりたいっていうときにあの動けるんですけど、結構僕を見ると結構運動、あ、この人だったら運動だなっていうのが結構長くいて皆さん紐づいてくれてるのか、結構外に出てくれる方も多くなりまして、うん、身体能力も育つかなと思っております。で、あとね、僕は演劇をしたので、まあ、それあれが培って今の話ですね。あとは他のお仕事として、ちょっとここに入っていない時はマッサージ師とかしたりして、主に今は運送会社向けのマッサージとかをしたりしています、はい、という感じで今日は僕 の, あのお仕事のマッサージの、まあ、ここで普段マッサージするっていうこと自体は、まああのまあ、やりがあればするんですけど、この仕事の中ではもちろんしないんですけど、まあ、その知識を生かしてちょっと今日はあの紹介をしたいな。目次はこんな感じですね。まず子供にマッサージをするとどんなことが期待できるんでしょうか。次に子供にマッサージをする前にまずはですね、あのこの人がご自身が、いや、ご自身自身を愛してほしいということで、セルフケアをお話ししたいなと思います。次に親から子供へのマッサージで、次に子供から親へのマッサージ
で最後に感想を伝えたいと思います。はい、では早速はじめに子供にマッサージをするとどんな効果が期待できるんでしょうか。じゃあまず子育てにとってマッサージとは何だと思いますか。はい、ちょっとまだ前提知識がない中で何か考えてちょっと予想してほしいなと思いますけど、あ、はい、いいですね。そうですね、はい、コミュニケーションめちゃめちゃあると思います。どうですか。はい、それは本当にマッサージと自分自身にとっては疲れを癒す。そうですね、確かに確かに、はい、もちろんあると思います。何ですかね、ある意味健康チェックみたいなのもありますよね、うん、きっと。そうですね、ちょっと健康チェックで、まあ、子供がなんかストレスを感じているのかどうかっていうのは毎日こう触ってるとなんか分かるような気がする。うん、まあ、健康チェックそうですよね、うん、と思います。ということでちょっとこの前提をちょっと最初に持って頭の中に積みに、でちょっと後ほど共有したいと思います。ちょっと取りに行きますけど、ちょっと後行きたいと思います。じゃあそうですね、でまずはですね、マッサージをする前に、まあ、子育てっていうのはあの、まあ、親子の絆つながりが大事なんですけど、まあ、その基礎となるのが愛着ですね。あの子供と親の間で愛着があるから、あの親の言うことは聞いてくれる、子供も話してくれる、うん、大事なので、まず愛着を形成するのが3つの基地っていうのがあるんですけど、うん、まず今日お土産に持って帰ってもらいたいなと思いまして、うん、3つの基地、まず1つ目、うん、安全基地、うん、基地ですね、安心基地、最後3つ目探索基地というのがあります。まずじゃあ3つずつあのお話したいなと。まず安全基地というのはですね、誰かが私を確実に守ってくれるところ、あの例えば誰かにさらわれないでちゃんと家で寝てるところ、三食、まあ、ご飯を毎日食べれて健康でいれるところとか、あのそうですね、安全に毎日を過ごせるよっていうことですね。次、安心基地、私が、ポジティブな感情を生じ、させてくれるところ、あのお母さんと一緒にいて楽しいとか、一緒にいると安心するとかですね。なんか家にいてもなんかキスキスしてるから大丈夫だと脇に振られますね。これはそうですね、あの例えばお父さんお母さんがしてめっちゃすごい険悪な雰囲気だったら子供もなんかすげえ気遣いのものです。だから、ね、お父さんお母さんが仲いいと、あの、子供も、すごい、解放されて安心できる。やっぱり探索基地っていうのが、まあ、二つの基地から離れて、私が、あの、外でいろんな知識や経験を積んで冒険できるところですね。あの、まあ、言う通り、安全基地、安心基地がしっかり作られてると外で経験を積んで成長することができるっていう感じですね。次にですね、また2番ですね、あの次にですね、マッサージをする前にですね、ちょっと皮膚の構造をちょっと一緒にあの学んでいければなと思うんですけど、皮膚って何だと思います？そもそも初めは、まあ、人間最初は生まれる前、母親、お母さんのお腹の中では、まあ、精子と卵が合体した受精卵、受精卵から細胞分裂をすることによってやがて僕たちの形になり生まれるってなんですけど、でその中で、まあ、外胚葉って言うんですけど、外胚葉っていうのは、あの肺葉っていうのがあの生物学の中
で、まあ、こういう卵みたいな細胞の部分みたいな卵の生き物ですね。その中で、まあ、トドってあることは、まあ、外、中、内ってあるんですけど、まあ、そのうち外側の部分ですね。皮膚はこの受精卵の外側から分化というのがですね、これも生物学の用語なんですけども、じゃじゃじゃってやがって、もともとこういう玉だったものがだん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 変わっていって 手になったりとか胃腸になったりとか目になったりするっていう言葉の意味ですね。ちょっと難しい専門用語なんですけど、まあ、ちょっとそういうことなんだって覚えていただけると助かります。で、外胚葉が話で、じゃあ外胚葉って皮膚以外に、まあ、どんなものがあるんだろうっていうことですね。はい、こんな感じです。皮膚の他に神経とか、あとは感覚器、目とかですかね、あと耳、まあ、耳の中のなんか、なんていうんですかね、耳の中、なんか、そう、なんか、開くやつと、内臓の、なんか、鼓膜とかあって、で、その鼓膜を拾った音を、なんか、いろいろ神経が通っているみたいなんですけど、まあ、そういう感覚器の、が、こうやって外配もあるんですけど、なんか見ていただくと、なんか神経みたいな感じでわかります、はい、実はですね、皮膚と神経はもともとですね同じものです、ね、むしろ皮膚っていうのは巨大な神経であるなんです、ね、外の世界をキャッチしていろいろ外界の情報を得て、あ、私は今ここにいるスキャンする機械かなと思います。結構ここら辺あんまり聞かないと思うので、ちょっとこれ大事な部分だと思います。ぜひぜひメモして、これ大事な部分です。今でもね、ということでですね、人間にとって皮膚はここも大事です。自分と外の世界の境界線なんですね。例えば地平所って言うんですけど、地平所っていうのはこの神経、まあ、いろいろその神経が見果たす部分があって、いろいろあとは部分もあると思うんですけど、皮膚の神経が未発達であるために自分の世界、その自分自身の今感じていることが自分のことなのか、あるいは外界のことなのかの境目が分からない。だから何か外から自分の予想してないものがあった時にわーってパニックになっちゃうなりますけど、皮膚の神経をあなたはここにいますよ、ここが、これがあなたですよって時に、あ、私ここにいるんだなっていうのが分かることによって、あ、またここは私だ、ここは外界なんだ、外の世界なんだ、他人なんだ、他者なんだっていうのがだんだん分かってくる。なのでこれが子育てにおけるマッサージの意識っていうんですかね、はい、ということでこれを前提として聞くんですけど、その前に、まずはですね、お父様お母様が、まずは自分自身を愛してほしい。なぜこういうかというと、子供もまた他人なんですね。やっぱり他人に心を傾けるには自分自身に余裕がないといけない。例えば仕事とか家事で疲れてると子供から何か言われた時も、ちょっと今はやめてとか、ちょっと今管理してとかって子供の言うこととか表情に見る心、見るリソースがない、キャパシティがないと思うので、まずは自分を愛してほしい。家事とか仕事を頑張っている自分をいたわってほしいですね、はい、そのために大事なのがセルフコンディショニングでございます。で、じゃあどんなセルフコンディショニング具体的にあるかというとですね、ちょっと具体的にやっていきたいと思います。じゃあ皆さんちょっと一緒にやりたいと思うので、皆さん立ってみてますか。はい、立っていきましょう。じゃあまずいくつかですね、セルフコンディショニングあっていくんですけど、そのうちの1個、姿勢の良くなる立ち方ということですが、まず1番、
まずかかとをつけて、足を揃えて立ちます。はい、立っております。で、2番。今度はですね、この足先の角度を90度にします。90度どれくらいかわからない人が、まあ、いなとかあるので、これがちょうど90度なので、これがちょうど、あのとこですね。あ、こういうするとですね、あ、いいですね。胸張ってるの分かります？ちょうどですね、あの、こうするとですね、自然と姿勢が良くなる姿勢なんですね。あの、かかとがまず揃って、重心が中心に行くので、で、お尻もキュッと締まるのが分かります。で、こうすることによって、下半身が安定するので、そこに自然と上半身が乗っていきます。上半身が乗っていくと、キュッと、あの、まっすぐに。で頭がですね、ちょっとこうすると不安定な猫背みたいなんですけど、キュッてやると頭がスッと体に乗るのが分かります。試しにちょっと崩してみて、普通の立ち方すると、あのちょっと普通になるとちょっとなんか頭の乗り方が違うのがですね、はい、なのでこの立ち方めちゃくちゃおすすめです。立ちとかお皿洗いとかするときこの立ち方やると普段よりちょっと楽クリアになるので、もし気が向いたらちょっとやちょっとの時間でいいのでやっていただけるとおすすめでございます、はい、では次にウルトラセブンのちょっと見たことあるか嬉しいですけどね、あの 本家さんと関係が分かるんですけど、はい、すいません、これもらってきたんですけど、まずさっきやった姿勢の立ち方します。はい、その後で両手をまっすぐ Y の字に伸ばしていきます。はいですね。で、その状態で手のひらを外側に向けます。向けた状態で、次にですね、肘をちょっと向けると、肘を背中側にぐーっとゆっくりで乗せていきます。ポイントはですね、僕なんですけど、背中よりも肘を後ろにして、で肩甲骨がギュッと寄るようにします。いいですね。でこうすると肩甲骨に押されて胸がキュッと出てくるのが分かります。で押されるとそれで姿勢がまっすぐになって、あの姿勢良くなるのが分かります。じゃあもうちょっと意識していただいて、ちょっとゆっくり戻していただいて、もう一回やってみましょう。ぐーっと肘を曲げて。いただくと、あ、いいですね、姿勢良くなってますね、すごく、はい、かっこいいですね、皆様ありがとうございます。じゃあ戻していただいてありがとうございます。これもですね、ちょっと疲れてきたらこのエクササイズでやっていただくとおすすめでございます。はい、ではありがとうございます。じゃあ続いて、じゃあまたあのまたですね、戻っていただいて、ちょっと今度はお聞きしたいんですけど、セルフコンディショニング、今度はですね、まあ頭の中なんですけども、自分のテーマソングを聴いてほしい。この曲を聴いたら必ず元気になる。もうめちゃめちゃ落ち込んで、例えばお仕事で上司に怒られて、ちょっとやっぱけん、子供と喧嘩になっちゃって、ちょっと心的にしんどい。ちょっと一人になった時に、この曲を聴くと必ず元気になる。元気になる、元気になるなーじゃなくて、必ず元気になると心に誓うんです。条件付けるっていうと、専門的なんですよね。そういった工夫を一曲でいいので決めてほしいなと思います、はい。例えばですね、僕みたいなアニメですけど、お気に入りのヒーローやアニメの主題歌。では、まあ、青春時代の一押しの歌とか、あとは感動した BGM とか、サウンドトラックとか、あとクラシックとか、あると嬉しいです。でですね、まず5分間ちょっとお休み、ちょっと気分転換、90分長いので5分間お休みになります。はい、あ、すいません、早いですね。じゃあちょっと皆さんだいぶそうなんで、ちょっと休憩割愛して、じゃあ休憩の間に質問いいですか。あ、そうです、はい、質問、はい、さっきのいい姿勢が綺麗にいい姿勢あるじゃないですか、はい、あのなんかどういう時に一番おすすめですか、あの姿勢をするとき。
あの姿勢はですね、正直いつでもおすすめなんですけど、やっぱ立ちっぱなしになるような、仕事がある時とか、まあ家事でもそうですよね。まずさっきで言う皿、お皿洗いとか、あとはですね、例えば立ちっぱなしなのとか取れます、ね、なんかそういうシチュエーション、例えばキッズコネクションとか、あるいはチアの方でちょっとお迎え待ちの時間帯とか、小さな時間でこういうのやっとくとおすすめかなと思います。ちょっとこれをウルトラセブンウルトラセブンのポーズがちょっと恥ずかしいなっていう時は、あの姿勢の動かし方でも大丈夫なので、ただあの足をこうやってるだけだったら目立たないのでおすすめかなと思います。そうするとあのちょっと疲れたなってものを、背中が楽になるので、あの疲れにくくなるんですね。やっぱりこうしてると背中が引っ張られちゃうので、ちょっと余計に疲れてきちゃう。背中がキュッと楽になると、めちゃめちゃ気楽になります。疲れやすい体になってるんですね、こうずれて。そうです、めちゃめちゃそうなんですよ。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。特に意外と日常生活で、例えばパソコンやったりとか、例えばそうですね、洗濯物を畳んだりとか、例えばまさかもうめっちゃ多いですけど皿洗いしてめちゃめちゃ多いですけど皿洗いすげーですから、すいません、まあ、緊張した頭にもう皿洗いが結構そうですね、前に前かがみになっちゃうことが多いんですよ、だから結構自然とやっぱり猫背になってしまうので、まあ、ちょっと一旦猫背がなってるなと思うんで、キュッと、ありがとうございます。はい。なんかありますか？もしなんか最初結構難しい用語も多かったので、この言葉なんかスライドとか見てこの言葉の意味わからないとかなんかあれば、結構最初の特に最初の皮膚とかの方だと結構専門用語をそのまま使っちゃうのだったので。中心に集まる神経っていうのは、あの、まあ、内臓にもつながっていて、内臓からつながって、まあ、皮膚にもつながっているんですけど、そこの同じ出口っていうんですか、同じ 階層のとこで、まあ、現れたりとか、あるいは手足にあれだとかするので、まあ、そういうところを例えば指で押したりとか、まあ、僕らって鍼灸師で言えば針刺したりとかして、あの皮膚から内臓を癒していく、つながりをしてくれるあるっていうのは、めちゃめちゃありがとうございます。本当に面白い、面白いですよ。皮膚はそう思うんですよ。巨大な神経っていうと、ちょっとこれだけでも前提を変えるだけで見方って変わるの分かります？こんな感じで、じゃあちょっとじゃあ次いっちゃいましょうか、はい、じゃあこんな感じで親から子供へのマッサージちょっと行ってみたいなと思います、親から子供へのマッサージ、その効果の意義はですね、愛情を伝達する手段ですね。じゃあまた質問攻めで本当申し訳ないですけど、愛情、愛って何ですか？言葉、ちょっと言葉一言でなんか表してるんですけど、なんかわかり、アリさんわかります？愛って何ですか？愛とは、そこに愛はあるんか？アウト、アウト、アウト。なんだろう、なんだろうね。
つながる思いみたいな。犠牲にしてでも守りたいものとかそういう感じですか。ヒーローですね。愛って何ですか。ポジティブな感情っていうのを教えてもらったので、ポジティブな関わりは愛なのかなって。それいいですね。めちゃめちゃいい答えで。あ、意外と言葉出すと結構難しいですよね。なんか共通の答えっていうのはないですよね、うん、愛という言葉を受けて結構人によっていろんな答えがあるので、まあ、中にももしかしたら、うん、あの困っちゃう人もいるのかなと思うんですけど、うん、それをですね具体的な形として愛というものを伝えることができる。もしかしたら言葉をあまり愛の意味が分かんないから愛を感じれないっていう人もいるかもしれないです。そういった人にも愛っていうのを感覚として伝えることができるのがマッサージだと私は思っていますね。でその時に鍵となっているのがこのオキシトシンなんですけど、あとこれも一緒に学んでいただくんですけども、このオキシトシンとは一体何でしょうか。例えば Google とかで検索するとオキシトシンっていうのはちょっとまあ男性から女性に言うのはちょっと恐れいるんですけども、検索すると出産するときに、まあ、子宮を収縮させて、まあ、お産を促すホルモンだったんですけど、もう一個役目がありまして、別名絆ホルモンですね。なんでこういうことというかというと、触ることで触った方と触られた方お互いがですね仲良くなれる、絆を強くできるという作用を起こすことができるんですね。なので物理的に分かりやすい形で、もしかしたらその言葉とかがまだ話せない意味が分かることができない子に対しても、あなたのことを愛してるのよと伝えることができます。はい、これめっちゃ耳寄りですよ。耳寄りね。つまりオキシトシンによって3つの基地のうち安心基地を着実に形成できるので、愛着を育むことができます。めちゃおすすめでございます。はい、ということでこんな感じの、あとは触ることによって、さっきも言ったんですけど、触ることによってあなたは、あなたという存在はここにいますよ、あなたはここですよ、あなたはこういう人ですよというのを感覚で伝えることもできます。これはオキシトシン関係なんですね。現在地、あなたの現在地ここですよ、ということができます。さあここでですね、ちょっとアクティビティもしよければやってほしいなと思うんですけど、まあそんな人と関わることを中心としたハンドマッサージをやってみてほしいんですけども、じゃあもしよければペアを組んでいただいて、ハンドマッサージ、じゃあ誰か手を出していただいて、もう一人の人がやる側とやられる側でペア組んでいただいて、じゃあシェッチャーを押してみてください。あ、これじゃあ上山です。はい、やり方がですね、今回のやり方、普通結構こういうマッサージ教室だと、やり方、今こういうのはこうですよって普通言うんですけど、今回ですね、それはあえて言いません。なぜかっていうと、やり方じゃなくて、その人の相手の体に注目してほしいので、あえて言いません。やり方、強いて言うのであれば、触れ方ですね。触れ方。で、まず、支える手の方で手を出していただいて支えて、もう一つの手で触っていきます。触っていって、触れ方、ゆっくり触れて、ゆっくり少しずつし沈めていく感じです。力を入れるとか圧を入れるというよりは、手のひら全体で相手の、そ
人の肌とか、その下の筋肉とかを感じてほしいなと思います。その人の相手の腕とか指とか手のひらは硬いですか、柔らかいですか、どんな形をしていますか、すべすべですか、カサカサですか、中にある骨とかどんな風に感じますか。さあ、ちょっとみんなが手探りでやってみてください。どうですかね。ゆっくり触れて、はい、少々ですね、進めて、最初は少し触れると皮膚に触れます。で、より沈めていくと筋肉があるのが分かりますね。で、一番下に硬い骨があるのが分かりますよね。あとはですね、ちょっと一番手のひらですね。手のひら、じゃあやられる方出していただいて、じゃあやる人を手のひらやってほしいですけど、手のひらいろいろ触れるとか、両手で触れたりとか、片手で触れたりとか、指先触れたりとか、手のひら。さあ問題です。じゃあ手のひら見てみます。手のひらの骨ってどんな形をしていますか。ちょっと探ってみてください。手のひらの形の骨してますか。どうですか。意外と手のひらの骨って分かんないですよね。さあ実はですね、こんな風になってます。手のひら、手のひらなんかめっちゃ長い指みたいな。今ここまでが手のひら。さあ見ていただくと、手のひらの中に4本の細長い骨があるのかありますか。今度はこれを意識しながら触ってみてください。あるいはこの骨と骨を抜いて回してみたりとか、この骨の間のくぼみとかどこだろうとか、親指のこの下ってどうなんだろうとか、あるいはこの手のひらのこの下の方なんですけど、ここの骨って1個じゃなくていろんなちっちゃな骨があるんですね。この骨どんな風に触れますか。親指使ってもいいです。見てみてください。結構面白いですよね。実はですね、こうやって探ってみると分かります。皆さん、相手の人とめちゃめちゃ関わってるの分かります。こうやって相手のことを知ろうとすることが、親から子へのマッサージで一番大事なんです。どうなんですか。もしかしたら子供さんは、例えば今ないと思うんですけど、例えばすごい実は学校ですごい辛みにあってて、めっちゃ力んでるかもしれない。そういう子の腕ってすごい硬いと思うんですよ。あ、もしかしたらこの子のって今ここが硬いからめちゃめちゃ握り込んでるかもしれないとか、肩がすごい突っ張ってるってことはやっぱり何かあるのかなとか、そういったことを、心の変化を体を触ることによって知る機会があるんですね。はい、じゃあそんな前提で今度はじゃあペア交代していただいてやってみてください。出られる側が楽しみで見てみてください。ちょっと後半ですね、ネタ話が来たんですけど、ぜひぜひ、はい、好きなように触って骨とか筋肉とか探ってみてください。本当に普段マッサージみたいに親指で押すとかです。はい、皮膚で皮膚を塗るし、中の筋肉塗るし、骨の間だったりとか、手のひらこういった骨を触ったりとか、骨の間やるとここら辺ツボとか多いのでやると気持ちいいんですよ。はい、で気持ちよくなるとすごく安心基地にもつながるので、お互いのこれだけでも信頼が生まれてきます。例えば男の子のやお母さんがやっても、やっぱり肩とかされると思うんですけど、手のひらとかあったら、こう向いてやるだけで、あ、気がつかすと入ってくるかな。こういうのを利用してだんだん締めてくると、今度は肩やってみようとか、ちょっとこの辺見てみようとか、もうできると思うので、相手を知るマッサージ、ぜひぜひこれ持って帰ってください。そうじゃないですよね。
ありがとうございます。本当、本当だよ。ないよ。はい。ないよね。ないよね。やってみる。はい。ちょっと、はい、めちゃめちゃ学ぶ、はい、今度は、子供から、ありがとうございました、うん、今度は第次ですね、子供から親へのマッサージですね、うん、マッサージ、そうですね、親から子供にやり方じゃありません、うん、子供にもぜひ、うん、さあ、子供から親へのマッサージですね、うん、あの効果があると私は思うので、うん、子供の社会性を育てるチャンスですね、社会性ってなんだろうって、ちょっとじゃあ、あの疑問を思いながらですけど、あ、まずは何はともあれ、子供にマッサージをお願いしてみましょう。例えば、ちょっと足の裏ちょっと踏んでほしいな。あの結構ちっちゃい子だと、あの踏んでくれるだけちょうどいいんですよね。踏んでもらえるとすごい気持ちいいですよね。B はもっと小さい幼稚園の子だったら、ちょっと背中乗ってほしいな。次は、ねね、肩揉んでよ、あの関わる機会、本当自分、まあ、親自身が子供のために頑張るというか、閉じこもり、親自身もいるんですけど、あえてそこを勇気持って、子供を頼るということが大事だと思いますね。はい、そうすると、子供を頼ると、子供さんはこう思います。あ、私はお父さん、お母さんの役に立つんだ。ってことは、私にも家族社会の中で役割があるんだ、普段お父さんお母さんにいろいろ家事に任せてもらったりとか、お金稼いでもらったりとか、生かしてもらうだけだけど、いやいやいや、私にも何かできることもあるんだっていうのを思ってもらえるようになります。そうするとですね、あ、自分で役に立つ自己効力なんですね。これは自己肯定感ですね。これはですね、ちょっと専門的なものなんですけど、あの自己優位性って言葉知ってます？あの優しいに位と書いて優位性、あの自分は、まあ、言い方が変なんですけど、自分はこの人よりもちょっと、まあ、偉いんだって言うと変ですけど、いや僕はアウェイじゃなくてめっちゃやるんだ、そういった感じですかね。私は役に立つことによってあの偉いんだと、俺はすげえんだ、私はすげえんだっていうのを味わいになります。自己肯定感っていうのを味わいます。役に立ってる、私すげえって言いますね、はい、ぜひぜひ頼ってください。めっちゃ効果あるんで、あのご自身が楽になる以上の効果がめちゃめちゃあるんで、ぜひぜひ頼ってみてください。大事なのは必ず心から褒める、やってくれてありがとう、心から言うことです、うん、でも待ってください、褒めるのって意外と正直、うん、照れくさ、正直恥ずかしくないですか、うん、なのでちょっと今回日本人の国民性あると思うんですけど、さあアクティビティです。さあさっき考えてほしいと、テーマソング、ちょっとアクティビティですね、テーマソングをちょっと発表会をしてほしいなんですけど、もしよければちょっと力を込めたんですけど、一人ずつテーマソングを発表してほしいなと思います。で、発表しなと思うんですけど、この時ですね、聴いてる人も何人かじゃありません。今発表している人はこんなところがいいかな、例えばこのテーマソング、純粋にテーマソング自体センスいいなとか、めっちゃいいこと言ってる、いい風、いい回しで言ってるなとか、あ、この人声がいいなとか、立ち方いいなとか、どんな風がいいので、どんな動画がいいのかを意識しながら聞いてみてください。で、終わった時にですね、ちょっと一人一人終わった時に感想とか言うんですけど、まあ、どんなところがいいか褒めてほしいなと思うので、あの、まるごとに良かった点を共有してほしいなと思います。はい、ではですね、テーマソング発表の流れなんですけども、まあ、例えば軽く自己紹介の名前と、まあ、ちょっとした、なんか、当てますとか、まあ、ちょっとお母さんですとか言っていただいて、テーマソングの曲名、なんかお仕事してますとか、曲名、自分の曲名言ってから、この曲を選んだ理由と、僕のおすすめポイント。よろしいですけど、
発表者の声の姿勢はどうでしたか、発表内容を聞いてどうでしたか、あるいは発表していった曲は聴きたくなりましたか、あの、ね、例えば僕がちょっとお手本がてらなんですけど、はい、僕の推しの曲はですねスマイルプリキュアという歌の主題歌のレッツゴースマイルプリキュアという曲ですね、はい、日曜日の朝、本曲を聴いて、あのテンションを上げてたのが今でも覚えてるので、元気なくなった今の社会人までも、まあ、当時を思い出すってのは変ですけど、思い出して、あ、私は楽しかったらいけるみたいな。おすすめポイントはですね、あのこのスマイルプリキュアというのが、あの2012年に作られたプリキュアなんですけど、まあ、あの東日本大震災の直後に作られたプリキュアなので、あの他のプリキュア以上に結構元気さとかパワフルさとか明るさをすごい前面に押し出しているので、もうとにかく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 勢いがあって明るいんですよ。プリキュアのパワープレイみたいな感じでおすすめなんでございます。という感じで、あの一人ずつもしよければお話を発表したんですけど、じゃあもしよければありがとうございます。小堺です。小堺です。まだママではありません。ママじゃない。キッズコネクションで働いております。よろしくお願いします。私のテーマソングは最近の曲なんですけど、割と、あ、名前が福山雅治さんの革命っていう曲がすごい好きでして、曲を選んだ理由は新解釈三国志っていう大泉洋さんが主演された映画がありまして、もう新解釈三国志のテーマ曲なんですよ。で、あの私笑うのとか楽しいのめちゃくちゃ好きで、大泉洋っていう名前聞くだけで笑えるぐらい楽しいんですけど、そんな大泉洋さん主演の三国志なので、もう笑うしかないっていう、もう最初から最後まで笑うしかない映画のテーマ曲なので、もうその革命の曲を聴けば、もう映画が全部出てきて、笑いの場面とかも全部思い出して、もう曲聴きながらやばい楽しいみたいな感じで、こうすぐ笑えるので、なんでも革命聴くとやべえってしまうみたいな感じで、すごい元気になれるんですよ。で、特におすすめのポイントは、なんかもう、別に曲自体は笑えるわけじゃないんですよ。福山雅治なんで。福山っぽい曲なんですけど、何のためにこの時代に生まれたのかっていう歌詞があるんですよ。割と序盤に出てきちゃうんですけど、それがなんか結構ズバッとこう刺さるなと思って、なんかテンションも上げながら、なんか日々の自分のこう生き様にも刻みつけられるような歌詞だっていうのが、私的にすごい嬉しくて、なんでこの結構この革命が好きなんですよね。はい、というわけで選ばせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アリさん、どうでした？なんかどんなところが良かったの？福山好きなんです。あ、そうなんですね。でも共通点ですね。ね、たまんないですね、福山。最近ではちょっといや聞いてないから革命聞こうと思いました。あ、ぜひ、あのゼロと革命がおすすめです。ゼロと革命がおすすめ。はい。いいですね、いいですね。どうでした、マイリさん。なんか発表とかですか。とてもなんか、心がこもっていて、熱が伝わった感じが、すごい。ありがとうございます。素晴らしいですよね、確かに。自分の上がるものなんだっていうのが、はい、テーマソング。テーマソング。自分を上げるためのテーマソングかなと思いながら、はい、よくわかりました。
ありがとうございました。どうもでした。僕もですね、うん、愛理さん、その普段から先生をやられてるってことで、うん、普段から声を出す演劇部なので声フェチなんですけど、フェチっていうか、わかるわかる、まあ、でも私も声優さん大好きなので、わかります。結構僕もそうなんですけど、うん、やっぱり声を出してる人って声めっちゃいいですよね。声帯が鍛えられるとか、心地いいですよね。ありがとうございます。結構意識してます。あ、うん、はい、めっちゃモテますよ、ね。モテるんですか。そこはわからない。本当ですか。聞いたことない。声聞きたいみたいな。子供が結構安らぎがてら結構そばにいるとかありそう、ね。ああ、そうかそうか。それはなんか、ね、もしできてたら嬉しいですね。や、なんか安らぎの場として機能したい。めちゃめちゃ羨ましいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。面白かったな、高坂いろはの母でまだここキズコネクションはちょっとすごいいいところっていうことでちょっとぜひそうちょっと一回見てみたいなということで、うん、来たんですけど、ある先生とやっぱり熱心な曲がいいなとすごい感心して、テーマソングっていうか、うん、いつからかわかんないんですけど、うん、私はサザンの「あの希望の轍」が大好きで、なんかあの伴奏を聴くだけでなんかワクワクするっていうか、うん、なんか昔一時期こうハマってドライブの時とか、うん、あの通勤の時とかにずっとかけてたので、うん、なんか今日もなんか聞くとやっぱりサザンなのでもう海がこう、そうで海好きなので、うん、なんかこう爽やかな気持ちになるというか、うん、リフレッシュできるっていう感じで、あ今日もなんか一日頑張ろうみたいな感じで、うん、なんかウキウキワクワクするような感じなので、うん、すごい好きです。気持ちしますよね。わかります。すごい年代がわかりますけど。どうでした、テーマソング。どうでした、思い出と共にっていうところがやっぱりすごくすごいなって思いました。確かに記憶にあるところでいい思いですけど、繰り返すっていうのって自分の安らぎにもなるし、あ確かにってすごい、ほほーっていう感じで納得感が高まりましたっていう感じがしました。初対面ですけど、はい、初対面の私にも何も臆することなくしっかりこう目を合わせていただけてるっていうのと、あの話しされながらこう三方をこうちゃんとまんべんなく見られながらお話しされているので、あなんて素晴らしいんだろうと思ってました。ありがとうございます。すごいいいと思いました。あの初めてあのお話ししたんですけど、あ、そうですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうすごいフランクで、初めて、本当、アリさんと思うんですけど、うん、フラン、あ、初めましての時は全然しないので、ありがたい感じです。ありがとうございます。曲の発表で言うと、なぜいいかっていうのが、想像しやすいというか、どういう理由でいいのかっていうのが、僕あの、アニソンとか特装ばかりいて、J-POP はあまり聞いてないって感じなんですけど、でもそれでもどうしていいのかが想像ができるというのがすごいいいなと思いました。はい、ありがとうございます。私めっちゃ甘いです。その上のお姉ちゃんがプリキュア、スマイルプリキュアの世代なので、そうなんですね、よく映画見に行きました。あちなみにあの黄色のオレンジの子が大好きで。あ、そうなんですね。共通で共通で。すごい共通です。はい。ありがとうございます。はい。どうもですね。お聞かせください。ぜひまた、はい、テーマソング発表お願いします。はい、あ、しまった。早いかな。会社。曲とかをあまりこうメジャーなもの
まり自分がなくて、うん、少しあの変な角度で考えてしまったんですけれども、うん、皆さんがご存知だといいんですが、キッセラッセラっていう歌ですね。コマーシャルとかでも、うん、はい、流れて、あの先日だけあったりするんですけど、その曲を選びました、全然皆さんと形容が違って、どうしましたか。めちゃくちゃ気になります。鼻歌で歌えそうな歌ですよね、キッセラッセラってね。でこの曲を選んだ理由は2つありまして、うん、1つは父が教えてくれて、教えてくれたのは英語なんですね。でこれをお前が覚えていれば将来絶対役に立つから覚えろみたいな感じも、気になる。それでそうなんだって思いつつ、はい、あの覚えました、ちっちゃい子は。でも多分そんな流行ってた世代っていうわけではないので、どんな役に立つんだろうって思いながらいたんですけれども、ちょっとおすすめポイントでもあるんですけど、結構老若男女皆さん聞いたことがあって、カラオケとかにこう不意に振られた時に、とりあえずみんな知ってるけど世代感じたし、そして短いなので、まあまあおすすめ。面白い。もちろん日本語でもいいんですけど、うん、英語だとおーって言われるっていうのもあるんですけど、確かに一石三鳥。おすすめポイントでもあり、実際なんかそんなカラオケ好きってわけじゃないんですけど、何かの運動の時に、はい、いろんな訪問した時にちょっとなんか歌わなきゃいけないとかいうような時に、本当におじいちゃんおばあちゃんの時でも、あ、なんか聞いたことあるみたいな感じの曲だったり、どっかになんか無理やり、無理やりって変ですけど、2次会3次会で付き合いした時も、うん、一応ちょっとは盛り上がりつつ、しんみりしすぎず、で私自身は本当になるようになるっていうのが自分としてはこうあやりではないんですけど、うん、マイナスからゼロには戻せるような感じの歌かなって思って、はい、その辺が、はい、好きかなっていうふうに思って、すいません。いやむしろあれが嬉しいです。あの本当にあのいろんな角度から出るとすごくいいなったので、やっぱり理想的な、うん、嬉しいです。はい、ありがとうございます。すごい。はい。どうでした？いや、なんか私大橋さんのお話のされ方すごい好きなんですよ。すごい好きなんですよ。いつもそうなんですけど、すごい好きで、そうなんかあの大橋さんの話し方の声と、あとその視点がすごい好きなんですよ。視点がその目の付けどころが自分と違うなんか大きく違うので、なんて面白いんだろう。いつもそう思ってたんで、今日聞いてやっぱり面白い。はい、ありがとうございます。しかもすごい話ね、聞きやすいお話で、ありがとうございました。どうでした？前からお話するときに思ってたんですけど、やっぱりおしゃべりがすごい上手だなと思って、なんかちゃんとあえて書いてあると 1,2,3 すべてきちっと答えるし、私は思ったことしか言えないんですけど、ちゃんと答えが的確というか、すごい分かりやすくて伝わりやすいというか、なんかいつも聞いてて、なんかここのキッズコネクションの良さもすごい伝わる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。話が上手いとか、先なんて申し訳ないんですけど、うん、今のお話の中ですごいストーリー性があって、めちゃめちゃ感動しました。お父さんの、これを覚えとけっていうのと、それが実際役立っているっていうのが、なんかこのお話の中ですごい起承転結としてはっきりしてるので、はい、さっきもかぶっちゃうんですけど、ストーリーテラーとしてめちゃめちゃ一流やな。もう忘れないですもん、だって。もう一回ビデオで見ちゃった。ところで来ちゃった。ありがとうございます。聞いていただけて嬉しい。はい、嬉しい。じゃあみんなで、じゃあ最後に。あ、終わっちゃった。ありがとうございます。
最後に最初の問いに戻りました、うん、子育てにとってマッサージとは、うん、まず最初に愛情を伝達する手段、うん、親から子供にマッサージにとっての、ここですね、うん、次に子供の社会性を育てるチャンスでございます、うん、ということでマッサージはただ気持ちよくなるのじゃなくて、うん、こんないろんなことに使えるので、うんうん、ぜひぜひあのお家に帰ってもマッサージしてみてみてみてくださいませ、うん、はい、ありがとうございます。ではありがとうございます。で最後にですね、ちょっと感想とか求めとかいただけると大変嬉しいなと思います。はい、やりました。ありがとうございます。私自身はそんなにあの子供が生まれるまで意識したことがなかったんですけど、うん、確約書かな、うん、の方でベビーマッサージ、あー、はいはいはい、ぜひどうぞって言ってください。誰かだけなのか、あの他数組にいらして、うん、あ確かにってすごくその時は思って、うん、やっぱりあ繋がるんだって、うん、ちょっと、はい、また思いますけど、うん、はい、あああポジティブなんだ、そうだそうだ、なんか、うん、安心安全っていうのも私たちがうっかりって変ですけど、気軽に使いがちですけれども、うん、やっぱり安心っていうところってちゃんと意味があって、うん、はい、まあ、仕事でも安心安全ってパパって言いますけど、うん、やっぱポジティブじゃないとなぁみたいな感じですごく思いましたので、ね、うん、はい、ちょっといろいろありがとうございます。今日マッサージって聞いた時に実際なんか本当にマッサージの仕方を教えてもらえるんですか？すみません、ちょっと楽しみで、ね、確かに、でもなんか想像以上に話の内容すごいとても楽しくて、うん、で私も一応看護師の仕事をしてるので、うん、一応あの人と人、手と手のぬくもりというか、うん、なんかそう気にしながら患者さんとかにこう手を置いて話しかけたりとかするので、うん、はい、まあこれを見ながらやっぱりそうだよねってこう裏付けるっていうか、うん、なんかやっぱり納得してより一層、うん、まあ、ちょっと手のぬくもりとかそういったものを大事に、うん、タッチとか、なんかそういうのもしていきたいなと思ったのと、うん、あとこの中にあればセルフコンディションとか、うん、やっぱり自分に余裕がないと、うん、子供にあの、はい、辛くなったり、そうそうそう、本当に言われたみたいに今時間ないから後にしてとか、うん、結構言っちゃったりとかしてるので、うん、まあ、後でちょっと自分のことでこう押し付けたって言われたかなって思ったりすることもあるので、やっぱり自分がちょっと自分に痛がりつつの子供に優しくなれるように気をつけたいと思います。今日は有意義な時間をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ほとんど全く聞いてないんですけど、あのマッサージって聞いた時に、うん、その体だけじゃなくてやっぱ心のマッサージもいるよねってすごく思ってました。で今ちょっと他の新規の方がと面談してて話してて、その方はあの保育士さん、旦那さんは介護士さん、で小学校6年生の男の子と、4年生の女の子と幼稚園の女の子を持ってるんですよ。結局、もういっぱいいっぱいなってて、もう自分がどうすればいいかわからないっていう感じになってて、もうまあ、さ心がガチガチっていうのかな、そういう状況に陥ってしまってるのはもう目にとっては分かって、まあ今日話してたらなんだって、なんですけど、だから本当にお子さんをこう、まあ、小学校5年生の音、まあ、どんどんやんちゃになっていく、まあ、当たり前はやっちゃう、まあ、お父さんお母さんやっぱ帰ってくるの6時8時になってる、でもなんとかしてあげたいけどどうしようも自分は仕事を辞めるわけにもいかないし、保育士は安いんで旦那と2人でやっと1人分だって言われたんですけど、だからそういうところになんかこう
触れてったり心に触れてったりそういうのもある意味マッサージをしてあげる、カウンセリングに近いんだけど、カウンセリングとマッサージ近いんじゃねえのみたいな、すごいね、あの今日思いながら耳だんぼにしながら、はい、だからすごいあのいいと思う、これからもあのキッズコネクションを生かしていきたい、よろしくお願いします。次の大会また9月は10月やんですよね。あ、それは福寿栗の。4月もなんか出るね。あ、4月もあの自転ロードバイクの大会なんですけど、あのそれに4月29日になるので、それもまた出場いたします。もしもしもったら応援いただけると力になります。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、通していただいて、もしよかったら感想とか。感想ですか。あ、なんだろう。なんか新井田さんなりの視点がすごい盛り込まれていて、なんか一般的な知識をただ入れるだけだったら別にネット検索でも出てくるものってたくさんあると思うんですけど、そのたくさんある中の情報をそのアライダーさんっていうフィルターを通して伝えてもらえたおかげで、なんかその普段私たちが持ち得ない情報をその持ち得ない形でこうギュギュってまとめてもらえたのがすごく良かったなって思いました。あとあの実際やっぱ手触ってその普通やらない、その普段ほぼほぼやることがないあの体験って実はすごい好きで、そうなんか他の場でも何回かやったことあるんですけど、あれすごい好きなんですよ。なんか他の人の手とか腕を触ったりとか、逆に触ってもらったりっていうのになんか10分15分ぐらいとかすごい時間かけてやるっていうあれすごい好きで、実際ここでそれがまたできたのがすごい良かったなと思って、なんかもっとなんか指導員同士とか、そうなんか もうちょっとねやる機会もっと増やしてもいいなと思いました。ありがとうございました。本当めっちゃ嬉しいです。すごい良かった。めっちゃ嬉しいですよ。感想でね、私も本当にアリさんと一緒にやって、うん、本当にあのなんだろう、あのやっぱりスキンシップってすごい力があるなと思って、うん、でよくよく思い出すと、やっぱり今もううちの娘ここの指導員やってて25歳ですけども、そういえばやってたなって、今はもうねそういう機会がなくなっちゃったんだけど、うん、あのこうね手をこうやって揉んだりとかをやってたので、やっぱり。すごく大事だなと、忙しくなるとなかなかこう、そういう発想が ね、出てこなくなっちゃうんだけど、なんかそういうのを思い出す機会をいただけたなと思ったし、あのね、それで自分をこう元気にするポイント、例えばテーマソングとか、そういうのも、あ、そういえばなんか若い時こういう音楽聴いてやれてたなとかっていうの、あの思い出したので、なんかそれで自分を元気にする、そんなにお金もかけずにできることって結構あるなって思ったので、もう自分も元気になりたいし、周りの人たちにもねそんなお話をしながら、まあ、ここの人たちと見て結構そうやってお互い情報共有するので、そういう機会をどんどん作っていけたらいいかなって。やっぱりあの子供もそうだけども、やっぱり お母さんお父さんってこういうスタッフの人たちがまず元気じゃないと、やっぱり子供たちにあの流れていかないので、まず大人が元気にならなきゃなってすごく今日思いました。ありがとうございました。じゃあ嬉しいです。だって勇気づけられました。ありがとうございます。今日はあの、はい、このやるにあたって調べたりとか読んだりした本なので、もしあのこちらプリント順番なので、もし興味があったらあの読んでいただけると、あの今日の知識とかより深まるかなと思います。もしよかったら読んだり、グラス分あ、あ、あ参考文献だから大丈夫。参考文献だから大丈夫。最後まで聞いて、誠にありがとうございました。ありがとうございました。
はい。